ズデンカス・ポジェブラトは、ボヘミア王、イジーの娘で、ザクセンコ・アルブレヒト3世の日。ドイツ語名は、自動にエ・ォン・ベーメン。ズデンカは、ボヘミアのフス派貴族の領主イジース、ポジェブラトと、その最初の妻、クンフタ・ゼシュテルンベルカの間の末娘として生まれた。双子の片荒れとして生まれ、母クンフタはこの時の南山で亡くなった。双子の姉テジナは、 ハンガリー王マーチャーシュ一世と結婚した。父は1458年にボヘミア王に選出されると、娘たちの政略結婚の相手を探し始めた。1459年11月11日、ズデンカとザクセン先帝公、フリードリヒ二世の息子、アルブレヒという観光の婚約が成立し、二人は1464年5月11日に結婚した。 結婚から半年後、夫アルブレヒトが父の後を継いで、ザク船公となったのに伴い、ズデンカもザク船公借婦人となった。ズデンカは、実家がフス派でありながら非常に敬虔なカトリック信徒で、争い事をひどく嫌い、夫がフロー人間やフリースラントに遠征を行った時には、同行することを拒んだ。夫と一時的に別居している間、ズデンカは、 アルブレヒツブルクで子供たちを育てた。1500年に夫が死ぬと図殿下は、ザクセン宮廷を退き、1510年に亡くなるまでタラントで余生を送った。夫との間に9人の子女を設けたが、成長したのは以下の4人だけである。ありがとうございます。